や社会にそっと寄り添い、お役に立ちたい。キラキラ働く人のスタンドバイユー。神奈川県横浜市の認可保育園、スターチャイルド新吉田ナーサリー。建物や設備に無垢の木など多くの天然素材を使用し、1階から2階には吹き抜けを作るなど、オープンな空間を増やし、子どもに目が届くような設計となっています。この保育園をプロデュースしたのが、神奈川県を中心に20以上の保育園を運営するヒューマンスターチャイルドの西宮由美子さん。何よりもその子どもたちが この保育園で11時間12時間過ごすので、安心安全な環境であるかっていうところはかなり追求して考えてきたつもりです。やっぱりこう一つの部屋になっているので、こう目がやっぱ行き届いている感じで、親とっても安心かなっていうのはあります。綺麗、清潔なイメージですね。あとは先生方が親しみがあるというか、あの保育園での楽しい生活っていうのが、まあ、そういう子どもの姿を通じて親も分かる。他にも西宮さんがプロデュースした保育園は多くの評価を受けています。西宮さんが気にかけているのは子どもたちだけではありません。働くスタッフの方々が働き続けたいって思ってもらえるような環境が私は大事だと思ってます。もともと幼児教育の現場に携わっていた西宮さん、その経験が新しい保育園作りの礎となっているのです。そういう働く人に対して本当にこう大事にするっていうんですかね、あのワークライフバランスがまだまだこう珍しかった時代から、この業界にこそその言葉がキーワードになるんだろうなと思って、環境の改善もそうですし、地域向上のためにも全力を尽くしています。その思いはスタッフたちにも届いています。園長先生がその経営の部分でいろいろ忙しくされたりとかっていうことをよく聞くんですけども、スターチャイルドの場合は本社事業部の体制があって、現場にこう集中できる。資格を取りたいっていうお話をしたらすごい応援してくださって、まあ実際に取らせていただいて、取った資格を活かせる、チャレンジさせてもらえるので、そこがすごいいいなって思っています。また職場の環境が整うことでスタッフの意識も高まっています。発達年齢に合わせて遊びをすごい深く考えるようになりました。働く人たちの輝ける環境がより良い保育を作っていく。スターチャイルドの挑戦は続きます。スターチャイルドのブランドとして、あのインドネシアに今回保育所がオープンしました。スタッフがあの海外で、ね、活躍できるような環境づくりは私たちしていきたいなとも思ってますし、やっぱり日本の保育士のこう専門性というのを世界にこう広げていきたいなという思いはあります。私にとってのスタンドバイユーは、この業界で働いている人、そして働きたいと思っている人たちです。子どもたち、保護者、そして働く人たち、保育に関わる全ての人たちの笑顔をヒューマングループはこれからも求めていきます。